画面の前の皆さん、これチョコテストですということで、今回は弱体化がね入ると予想されている M1 ガーランドフロントライン2使って、フリーフォールやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあ、このね、銃、まあ、何が強すぎんだって話なんですけど、もい何が強すぎんだって話なんですけど、やっぱり近距離の2発キルっていう、まあ、その最大の瞬間火力なんですよね。一番恐れられてるというか、まあ、弱体化が入るよと言われているのが。で、ただまあ僕みたいに好感度でやってるプレイヤーからすると言うほどなんか微妙かなっていうところはあって、ただね今回あの感度2下げてきてます。はい、いつもだったら9のところを今回感度7でやってるんで、まあ、そういう感度調整は実際必要かなと、思う感じの M1 ガーランドになっております。はい、正直好感度で扱う銃じゃない、全くマジでこれはガチで。なんで、まあ、この瞬間火力、この瞬間火力がやっぱりこうなんだろうな、 e スポーツプレイヤーってやっぱ低感度じゃないですか、基本的に低感度プレイヤーじゃないですか、あのプロの方々って。だからこそこうなんだろうな、強すぎるっていう風に映っちゃうんじゃないんだ、っていう風に、だからやっぱ強すぎるっていうか、まあ e スポーツでエヴァンガーランドがそもそも使っていいのかどうか俺は分かんないんだけど、ただ低感度をうまく扱えるプレイヤーからするとこうまあ強すぎるでしょこの銃っていうのも、まあそうなのかなという感じかな。で、まあやっぱ音がかっこよすぎる、それは俺も認める、んごで、今みたいに反動もやっぱでかいんですよ、ぶっちゃけ。なんでほんと高感度で扱うととんでもないことになるというか、正直僕全く扱えないですもん、高感度だとね、っていう次元の銃なんで、言うほどかなとは思うんですけど、よいしょ。まあの、まあ、なんだ、マガジンもノーマルの時で8発だしね、やっぱ難しさはねそれなりに整ってる銃だとは思うんだけど、ただまあ今のもそうか、まあ、その近距離化けるだよね、 SMG とかショットガンに普通にワンチャン打ち返したりするっていう、まあそのなんだろうね、マジか、今のナイスジャンプだった。そのショットガンとか SMG にワンチャン近距離普通に打ち勝てちゃうよっていう、その瞬間火力が多分一番問題視されてるんだとは思う。で、低感度だったら、まあ、中距離、遠距離も、これもそうだよね、 SMG に普通に打ち勝てちゃうんですよね。 BAR も、まあ、それが問題されてたわけなんですけど、その近距離が強すぎるっていうのが、なんでその SMG 食い、ショットガン食いって言われているところが、まあ問題視されているのかなとは思いますね。はい、やっぱり跳ね上がるんだよね初段だ、もうもちろん難しさはあると思うんだよね普通に。よいしょ、とりあえずはあなたを狙わせていただきますよ。これ当たるでしょ、当たらなかったよね、悲しすぎるよね。またこっちの端っこ行くか。 OK、 当たんないか、あれはさすが当たんないわ。 OK、 まああの距離も落ち着いて狙うと。さあ行きますよ、バババババ、この人やりたい、 OKOKOK。 でこの人もやりたかったけど間に合わないね。俺生きてるの奇跡じゃん。ゆべ使いますよ。ああさすがに死んじゃう、ああさすがに死んじゃう、やばい、なんかいろいろやってたら抜かれそうだぞ普通に。頑張れ、危ない。課金、まあ、この音はかっこよすぎるよな、正直この音だけでまあ飯食っていける感じはあるよねこの子は。この音だけでマジで飯食っていける感じは正直この子ある。顔出してくれ。お、オッケー、うますぎる。よいしょ、でこっちから行くか。一人二人いたな。敵の大偵察機を観測。オッケー。あそこやってまたリロードしてこっちから行こう。この端で稼ぐの安定かな。敵の偵察機。マジか、今のはエムズレスだね。歩きながら使うとやっぱあと難しいところがあるかな。結構歩兵手段の特徴を生かしきれないというか、そういうところはあるかな。さあ、イエベ使ってだな。マジか、やっぱ初段外すとなんかダサいよね。初段外すとダサいことになる、分かりやすくダサいことになる。待って、あー追いつかない。普段の感度と違うからちょっと今の追いつかなかったけども、こっちから来る。 OK、 まあ今の2発で倒せるってのは確かに強えよな、正直強いと思う今のタンタンは。まあだからこのタンタンが本当に扱うことができるプレイヤーがやっぱ強すぎるんじゃねって言うんだろうね。まあ俺にはちょっと無理だなっていう感じなんだけど単発銃特有のこうなんだろうな、弾が抜けてる感覚みたいなのもやっぱりあるしね。今の当たってないのみたいな、
っていうのもやっぱりあるし、どうしても扱いは難しいというのが本音でしょうか。あれグレネード当たんないか、誰かしら、あら危ねえ、誰かしら当たってくると思ったけど、さあラスト1キル、かっこよくリロード音を混ぜつつキルしていきたいんだけど、こういう狭いとこ行ってみる。じゃあ狭いとこでも、まあ、この子なら強いってところをじゃあ見せていきたいんだけど、いないね、いないわ、狭いとこ人がいない。敵の偵察機、うん、普通に強いねということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ個人的にはやっぱりこう M1A1 とか、まあ、そっちの方が扱いやすいんで、僕みたいな高感度プレイヤーからするとそんなに修正するほどって思っちゃうんですけど、まあ、低感度で戦ってるプレイヤーからすると、まあ、実際この瞬間から食ってのはやっぱり化け物なのかなというふうに思います。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。こでつながでした。おーつぼん、上がっては来なくてこっち行った。アニメ方がやってくれる、やります、やります、いやいいっすね、やりますね、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、逃げられない。